こんにちは、除雪機ネットのゆきた蔵です。えー、今日はですね、あのー、ヤマハの除雪機を紹介したいなと思います。ヤマハ、ジェットシューター付き YS1070 です。この映像ではですね、新型なんですけど、今年の、なんと春なんですけど、納品した時の映像ですね、小林くん。そうですね、えー、こちらはですね、 えー、長野市なんですけど、えー、結構山手の方の揚げ屋というところになりまして、かなり長野市でも雪の多いところですね。いやー、びっくりしますね。こんなにね、雪があったんだね。そうですね、かなりの量でしたね。うわうわうわ、この上まで乗ってきたのね。山浅の特徴で、このサイドカッターが初めから標準装備されてるんで、割と高い雪でも崩しながらできますね。うわ、そうですね、このように積もった雪でも結構いきますね。これ屋根から。 いや、普通にこれは積もった湯気ですね結構この下からも山のは帰がってきてあのスクレーパーがジョーズっていうスクレーパーですねあのギザギザのスクレーパーがついたはい、はい、これで削り込んでいきますね,すね、はい、なるほどこのジェットシューター飛びますねえもうかなり 230m 楽に備え飛るそんでな,ないでしょ <laughs> <laughs> 飛んででる感じでしたけどね,はね <laughs> 実際、これいう片野富士17になってるけどね、<laughs> でもベタ雪であればあるほどよく飛ぶというのがね、やっぱり特徴ですから、この方、佐藤さんはあの別荘地ということでいやもう一年中住んでらっしゃるみたいで、そうなんだえ去年まではこう手で、スコップでやってたらしいんですけど <laughs>、ちょっとここはでしょうとても無理だということでああ、ああ <laughs> 購入していただいたんですよね。 もともと長野の方じゃなかったのかなそうですね,ね、はい、こんな雪降ると思わなかったんだね長野でねええー、そうみたいですね、うん、えっ、ー、と今操作説明してます HST ミッションですので油圧無段階変速ですねこれでこれがレバーの関係なのかなそうですねクラッチと、まあ、山田さんの特徴で結構、ね、この電動クラッチですぐ入り切りできるんでベルトの張りがねあのしっかり常にしてるっていうのがいいとこであとこれ これ早いよね。動、はい、きが早いんですよね。早、うん、いよね。はい、あの他社さんよりもあの電動シューターの旋回速度、その上げ下げも早いのが特徴かな。うん、そうですね。うん、なるほどなるほど。いや本当はね、これ映像だけじゃなくて音も取っておけばよかったんだけどね。あの助手の関口くんが、ま、全く、うん、音を入れるのを忘れてたみたいで。あ,あ、そうなんですか。<laughs> こんな状況です。はい。<laughs> これ具合よね。 ね、メンテナンスも非常に簡単に、うん、だから一発で次の年も工具なしで,しで、うん、燃料抜けるキャブレターの燃料だけ抜けるのかなそうですね、うんうん、あと音がないので非常に残念なんだけどカバーがこれあるから音が静かですよねおっと電話ですね <laughs> <noise> はいすいません <laughs> えーとあと特徴として、ね、ここだねこれなんですか小林君えーとです、ね、これは、えー、今シャーボルトの説明をしているのかろ、ねね、ヤマハの最大の特徴かな 2>,、はいはい、2本ついていましてとても切れ,や切れにくいとそれだけじゃないねだからあのジングがついてるよね、はい、あのクラッチというかここで滑,りをと滑ってくれてあの切れないようになってる、はい、あと今見えたかなジェットシューターが大川の 中にまで、ついてますから、とにかく、あのよく出るということですよね。ベタ、ね、雪これも、画像でわかると思うんだけど、ベタ雪ですよね。やっぱねはい、結構、もうん、の春の雪ですから、<う>全く詰まってな、ねはい、い雪でしたね。うん、そうだね。まあ、そんな感じで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。